まずはね、皆さんお待ちかね、月曜 MC から。誰がやんのよ。誰ですか。お願いします。俺の後誰がやんの。すげえなこれ。一円野口。お、出たよ、マンデー出たよ。マンデー、なんで俺こう見切れてんだいつも。一人目は、一人目はこの方です。また月曜日は、はい、1人目は安本博さん。セカンドシーズン2020-2021に続くミスターマンデー。そんな安本さんと組むのはミスターマンデー、この方。誰誰誰、え、まさか誰、ま、さか暗がりと浪川さん何も見えない。ラブヒコのオペラゾー、岡本ラブヒコさん。2022から参加の新 MC 岡本信彦さんということで、新月曜 MC は安本博さん、そして岡本信彦さんです。何これ、ノブケンや。はい、すげえな、もう本当に。まあ、ノブと私は、ね、付き合いとしては古いんですけれども、はい、付き合いとして古いからこそ、まあ、今までね、まあ、一番最初僕ここでやった江口君、江口君もまあ心はないんですけれども、それでも松本さんに対する尊敬の念があった子です。はい、はい、とてもやりやすかったです。でその後一緒にやった中村修吾、はい、中村修吾とは会ったことあるでも最初そんなにね仲いいというか距離が近くわけじゃないけど、どんどん絆を紡いできて、とてもいい時間が過ごせました。そしてこの間まで出たあの前野、前野はいわゆる先輩後輩で、まず先輩としての尊敬の念は彼は持ってくれてたんだけど、でも途中から僕は前野とすごく友達になれたんです。ですごく楽しかったん で、いいね。うん、で岡本信彦はあのお金にしか興味がないんですよ。やめなさい。で心がないんですよ。いやおお、ハイブリッド、ハイブリッド。で心がない岡本信彦で、何だったらちょっと僕のことも舐め気味です。いやすごいじゃん。その岡本信彦の1年間で僕はどうなっていくのかを楽しみにやっていきたい。いいですね。どうなりそうですか。いいのかな。お金の話をよくすると思います。そんなね、岡本信彦さん、本当に心がないんですかね。ちょっとあのVTR をね、マジで楽しみいただいてるんです。何言うの、はいはい、いいこと言ってると思うよ。はいはい、じゃあご覧ください、どうぞ。どうも、声優の岡本信彦です。この度ですね、はい、安本さんとなんと月曜日の MC やります。やったー、ありがとう、頑張ろうな。ありがとうございます。いやね、いや安本さんマジで超お世話になってますからね。何かね、一緒にできたらなって思った矢先に、目が笑ってないんですよ。こうやって一緒になれると嬉しいですし、じゃあ何やるのかって言われた時に、やっぱ僕と安本さんが集まったら、まあお金すげえ安本さん。だから役割なんだ。まあリスナーさんもね、こうやったら儲かる丸々の仕組みみたいな、そういったね、あの超お勉強番組をねやれたらいいですよね。はい、みんなで幸せになりましょう。心で作成よくないよ、作成作成。あ、ゾッとする。安本さんと岡本さんでございます。はい、続いて火曜 MC の発表に参りましょう。火曜も鉄板の火曜だったのにね。可愛い二人だったよ。癒やし癒やし火曜 MC 誰やの。まずはこの方、すみれ上田さん。なんとなんと大型行ってきた。1人目は上坂すみれさん。2020-2021に続き3年目の参加。すみちゃん、破壊の水曜日から火曜日へとお引っ越し。そんな上坂さんと組むのは、おこの方。誰、え、何かさ、黒くて見えない目立ってるはずなのに。さあ、千秋。え、いやなんと2021からのご参拝、失礼しました、ご参加の新 MC 高橋千秋さん。いやいやいや、びっくり。というわけで新火曜 MC は高橋千秋さん、そして上坂すみれさんです。これはね、良くないことが起こりますね。なんで、これはまあ、当番組のカメラマン男性が多いんですけど、みんな火曜日に行こうとします。あ、行こうとするな、これ。あの千秋さんが、もうこれはあえて言って大丈夫、千秋さんここまでが顔なんですよ。はいはいはい、そうなんですか。だからもうとんでもねえケツアゴなんですよ、だから。そう、そういうことなんですね。ここにおケツがついてますからね。だからあのおケツは全然見て、あのこれあの合法に見て大丈夫なんですよ、怒られないと。
そうね、っていうのを知ったカメラマンがわしが火曜日じゃないで血で血を争う戦いが起きると思って、いいね、そうですね。だから毎週夜遊びのカメラマンさん変わってる可能性あるってことですね。ちょっとずつ怪我人が増えていく。いや怖いわ。めちゃくちゃ楽しみですけど、千秋さんの参加でですね、うん、癒しの火曜日からいやらしの火曜日になったら言うね。おー、なになになに、なに、坂の坂の、ちょっと待ってよ、スミスが一番大事にしてる文言だから、いきますね、もう一回言って、もう一回言って、癒しの火曜日から千秋さん参戦でいやらしの火曜日になるんじゃないかって。満足、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 はい、満足しました。あいつに聞いてない、スミスに若干不安の女性 MC 曜日ですが、スミちゃんまだ来れてないんだよね、仕事が終わり次第かけたから。そうですね、じゃあ、うん、その時にじっくりお話聞きましょう。そうですね、はい、詳しいお話はですね、うん、ゲストの上坂さん到着後に聞いてみましょう。はい、はい、さあ続いて、うん、水曜 MC の発表に参りましょう。イエーイ、いちいちこのクッションが入る。水曜 MC、まずは誰なの、この方、誰、知ってる人、翔太郎ボーリングボーイ、シルバーマン。一人目は森久保翔太郎さん、ウィークエンドからウィークデイにお引っ越し。なるほど、なるほど。2020の金曜 MC 以来2年ぶりとなる曜日 MC 復帰です。毎週見れる、はい、誰、森久保さ ん、 ん、そんな一人、森久保さん組んでる人います、いるの、そんな森久保さんと組むのは誰、この方、誰、教えて、森久保さんだよ、もう誰とも組めないって。翔太郎葵、あー、組めた、組めた、ついに来た、声優と夜遊びでもう散々名前が挙げられてます。2人目は2022から参加の新 MC、 蒼井翔太さん。というわけで新水曜 MC は森久保翔太郎さんと蒼井翔太さんです。これも翔ちゃん翔太でやるんですよ。そういうことです、翔ちゃんと翔ちゃんでやりますからね。え、これ翔太に翔ちゃんと呼ばせます、そうしようか、翔ちゃん、翔ちゃんで、飯塚翔造さん呼んで、うちの翔ちゃん、そこも翔ちゃん、うちの翔ちゃん、そうそう、J ベテランが、そうそう、80何歳ですよ。でも森久保さん、ウィークエンドからウィークデイにお引っ越しですよね。えどうですか。いや、月1ぐらいがちょうどよかったんだけどね。早くも不満を。じゃあちょっとね、もう森久保さんちょっと元彼って感じになっちゃうんですけど、僕のね、翔太がさ、うん、新しい彼氏になるじゃないですか。彼氏ってなんで、その言い方よくねえよ。やだなこれ、とってもよくないそのシステムやめようぜ。そんなさ、バチバチの僕のライバルから VTR 来てますどうぞ。お前俺の前でよく言えるな。この度、声優と夜遊び、水曜の MC に、選んでいただきました蒼井翔太です。どうも。さあ今回は森久保さんと一緒に水曜日を担当させていただくということで、僕も何度か、遊びに行かせていただいていた夜遊びにですね、まあ、MC として、触らせていただけることがすごく光栄に思います。楽しんでる、他の曜日もですね、すごく楽しくて個性的な番組になると思いますので、しっかりと水曜日も森久保さんと一緒に、まあ、他の曜日にはない僕たちの色を出していけたらなというふうに思っています。そして森久保さん、この度は本当にお世話になります。なんか嫌なの、なんかトツグみたいな、美味しいお酒飲んでください。僕のお酒、美味しいお酒飲んでください。次にお会いしましょう。おー、びっくりした、びっくりした。なんか Q とかないの、怖い怖い。上坂さん呼び入れるはずだったんですけど、上坂さんでーす、間に合いました、イエーイ、いらっしゃいませ。上坂さん、なんて言われてここに今入ってきたの、え、何？なんて言われてここに入ってきたの、上坂先輩よ、先輩ですよ。あ、なんでしょうか、あ、松本さん、なんでございましょうか。本物のシルバーマンだよ。あ、シルバーマン、シルバーマン。安田さん、
聞きたいことそれでよかったの？もう分かんなくなっちゃった、うん、見ちゃったよ俺知り合いに教えられてシルバーマンって言われてるっていうからあのパズルやるときに一番目立ってるパーツがあれだったので、うん、シルバーマンシルバーマンって、ね、一番目立ってるパーツをこの子たちはシルバーマンって呼ぶんだよごめんなさい、ごめんなさい、いやでも上杉さん正解ですめちゃめちゃ喜んでましたもうそればっかり言ってた、はい、そればっかり言ってた今日も7回ぐらい言ってるだから2022年度の金曜日あ違う水曜日の森久保さんの衣装はシルバーになりますもう金曜日なのにシルバー固定あそれより聞いたすみちゃん、ね、そうだそうだそうだせや火曜日そうなんですか、ね、改めまして、うん、あの火曜日のパーソナリティを務めさせていただくことになりました、はい、よろしくお願いします、そして、はい、お相手は高橋千明さんこちらですねえらいこっちゃやで千明キングとのっていうのはもう全然そうそうあそうなんですあの本当に声優デビューから、うんすごく長いお付き合いで、そうなんだ何年もラジオを一緒にさせていただいて、でデビュー撮ってんだね。そうなんです。あのあいみさんとかもそのラジオいらっしゃって、なるほど。でその時の私は。マジで無礼者だったので千秋さんにはたくさんの無礼を働いたんですけど、うん、千秋さんはあんたは大物になるわみたいな感じで、育てていただいて。あので最近お会いする機会なかったんですけど、はい、これで久々にあのタッグを組ませていただくということになっててすごく頼もしいというかもう回してくれんじゃないかなお前楽する気ないさっきその話になったんですよ上杉さんと千秋さんって、はい、どっちが回しになるんですかねもし、うんうん、千秋さんが、はい、その回しをじゃあ、うん、放棄したとしたら、はい、上坂さんって回してくれるんですか回してあげないですあ回してなるものか、ま、絶対に回さないという回すものか一行たりとも俺でもねじゃあね、そんな中で千秋さんから VTR でメッセージ届いてますよ、はい、ご覧くださいどうぞ皆さんこんにちは、火曜日の MC を担当させていただきます高橋千秋です上坂すみれちゃんと一緒に番組をやらせていただくのがちょうど10年ぶりですね、本当にあの丸10年前に一緒に、ラジオ番組をやらせていただいておりました。なので、10年ぶりにねご一緒するのがすごく楽しみです。またね他の曜日の皆様とも絡める機会があればとっても嬉しいです。毛色が違うなこの続きですよ。絡めるが一緒だった最後に、声優と夜遊び4月から盛り上がるようにあらいただきますご参拝せーの、はい、バンバンご参拝ありがとうございますありがとうございますありがとうございますうわということで高橋千秋さんからメッセージいただきましたありがとうございますお見事だお見事だお見事いやどうですかなんかすごく落ち着いてらっしゃいましたけど、ね、なんかもう夜遊び歴5年ぐらい、うん、なんかねそんな感じしますよね。でもほらイベントとかもね一緒にやったじゃない。やりました。はじみことかで。あそうかそうか、うん。そうですよね。常連さんですからね。もうやっぱ、ね、うん。いやでもすごくね後ろとかでいろいろ案を出してくれるような素敵な先輩でしたから。とにかく真面目な人なのよ。うんはいだから真面目じゃないように一見振る舞う、ね、ビジュアルとかうんぬんでちょっとアグレッシブなことやってらっしゃるけど根っこがすごく真面目な方だから、うんうんうん、根っこがすごい真面目な方とリアルサイコパスの上坂がどうするかっていうリアルサイコパス私あの、うん、ビジネスオーダーサイコパスなんオーダーサイコパスオーダーがあればサイコパスやりますよとオーダーがない時はでもこの番組はなんてオーダーいつもされてますサイコパスでめっちゃ面白いですそれねスタッフがやべえじゃないですかでどうちょっと改めてその千秋ちゃんの V を見てすみちゃん、はい、どう思った今の千秋の V 見てやっぱりすごく頼もしいですし、ね、みんな、ちょっと私もこの番組メイクしながら見てたんですけど、うん、癒しの火曜日からいやらしのあ、ちゃんと見られたいじってますいやらしの火曜日ですかいやらしの火曜日ですよいやらしの火曜日って
なっちゃうのかなって。ありがとうございます。だったらありがとうなんだよな。それでは、ね、発表続きましていきましょうか。うわ緊張する。さあ続いて木曜 MC の発表に参りましょう。うわ変わるんでしょ。変わらないんじゃないの。変わるんでしょ。どっちなの。木曜 MC まずはこの方。知ってる人。